エスプレッサと申します、この信州ですね、安住の松本聞こえます？聞こえ、ありがとうございます。前回やった時に声が小さくて聞こえないって言われて、そうそうそう、ちょっとね、あの自分の声あと、ね、見つめ直したいい機会だったので、そんなことはいいんですけど、あのとりあえず安住の中心にですね、皆さんあの県外の方でいらっしゃいますかね、あの信州に、あのここ松本市ですけど、あの安住野って隣にあるんですけども、山の方ですね、そちらの方で、そちらの方をメインにして活動をさせてもらってます。はい、まあピアノとね、パーカッション、ドラムですので、基本的にはポップス、ジャズ、歌なしなんですけどね、インストルメンタルっていう音楽をやっておりますので、はい、食後の BGM として楽しんでいただければなと思いますので、少しの間お付き合いください。今ね、1曲目、お送りしたのは A 列車で行こうという曲と、鮮度は続くよどこまでもだっけ、そういう曲になっております。これ我々がね勝手につなげた曲なんで、はい、少しはこの曲知ってるっていう思いがあれば少し嬉しいかなと思います。メンバー紹介はまた後でやらさせていただきますので、続きましてはですね、皆さん多分、旅をされて、それにこちらの方に来られたと思いますので、2曲続けて、その旅っぽいね、まあ1曲目でやった A 列車のね、A 列車で行こうも、旅のメインはね、旅の曲なんですけどね、次も旅の曲で、いい日旅立ちをやらさせていただきます。いい日旅立ちともう一曲続けてやりますので、よろしくお願いします。Thank you.
から喋らせていただきたいと思います。今やったのはですね、いい日旅立ちと川の流れのように、ちょっと我々もね、本番でやるのは今回初めての曲だったので、ちょっとドキドキしましたけども、いい曲なんでね、川の流れっていうのは本当に安曇のこの新春のね、すごくいいとこでございますので、はい、ちょっと一曲やらさせていただきました。続きましてはですね、まあ皆さん知ってる曲ですね、切手のない贈り物というのがございます。私何を隠そうですね、郵便局に勤めてましてですね、今ね、もう少しだと年賀状とかですね、出していただけるかなと皆さん思うんですけども、切手貼れなきゃ送れませんのではい、それだけは覚えておいていただければなと思います。この次にやる曲はですね、切手のない贈り物で、切手がなくても贈りますよという曲になりますんで、聴いていただければなと思います。ちょっと滑ったね、はい、すいません、失礼しました。やります。ジャズっぽい曲だったですね。でも切手のない贈り物、すごく素敵な曲なんでね、聴いていただけて、恐縮なんですけども、次からですね、もう今月はクリスマスの曲になります、クリスマス好きになります。そちらのね、ね、クリスマスツリーもすごく華やかでね、大きいやつなんですけどね、はい、我々エスプレッソもですね、こんな顔をしてですね、クリスマスソングをね、何曲かやらさせていただきますので、はい、少しお付き合いの方よろしくお願いします。1曲目は
ちょっとね、桑田佳祐さんのクリスマスソングですね。桑田佳祐さん、白い恋人たちという曲ですね。あ、これはですね、アクセサリーがありましてですね。あ、このついでにですね、メンバー紹介させていただきたいと思います。ピアノの長持彩香さんです。彼女もですね、ピアノで安曇野市を中心にですね、いろんなカフェとかですね、そういうところで演奏しております。で、私が藤本と申します。パーカッションをやったらしていただいております。まあ、いろんな音楽とかね、ドラムとかパーカッション、いろいろやらさせてもらってるんですけども、話長くなってもしょうがないんで、とりあえず演奏、白い恋人たちやらさせていただきます。
ございます。ジャズのスタンダードなんですね、クリスマスソングという曲をやらさせていただきました。シナトラですとかね、あのメルトーメとか、いろんなボーカリストがやってる曲なんですけど、すごく大好きな曲でやらさせていただきました。次はですね、これもまたクリスマスソングなんですけど、我々がですね、あのいろんな有名なクリスマスソングをくっつけて、何曲かくっつけましてですね、やらさせていただく、かなりジャズっぽい、クリスマスソングになっておりますので聴いてください。エスプレッソメドレー、クリスマスメドレーという感じになっておりますので、よろしくお願いします。
それではですね、最後のクリスマスソングをやりたいなと思います。まだ、ね、クリスマスにはもう2週間ぐらい早いんですけどね、まだね、信州はあんまり雪降ってないんですよね、この街中は。で、だから雨もあんまり降らないので、次にやる曲はですね、多分有名な歌詞ですね、雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろうという曲をやるんですけども、まだちょっと早いんですよね。だから、クリスマス近くになって、あ、雨が降ってて次雪になってきたなと思ったら、この曲を思い出していただければいいかなと思います。その片隅に、我々がこんなのやってたなっていうのをちょっと思い出してくれて嬉しいなと思います。クリスマスイブお送りします。クリスマスソングをやらさせていただきました。いきなり日本の曲に戻りたいのは、クリスマス飛び越えると次は大晦日ですよね。大晦日と言いますか、師走に行くんですが、すごく、まあ、皆さん多分紅白歌合戦見られると思うんですけど、私的にすごく残念なことがありまして、
次にやる曲ですね、大好きなんですね、日本の宝の曲かなと思うんですよね。松平健なんですけども松健サンバ知ってる方ありがとうございます。好きな方いらっしゃいますけど、あれあんま好きじゃない。本当ですか。あ、そうなんですね。じゃあそのあんまり好きじゃない曲で申し訳ないんですが、ちょっとね、松健サンバもし知ってたらね、口ずさんでいただいてたり、全然してもらっても大きな声で歌ってくれても構いませんので、はい、手拍子なんかね適当にやってもらって構いませんので、やっていただければなと思います。マツケンサンバ。Thank you.
ね、いきなり派手な曲になってしまって、ちょっと空気でちょっと夜中の静かな夜に合わないかなと思って、ドキドキしましたけども、続いての曲はですね、アンコール前の曲でございますんで、アンコール前でございますんで、はい、よろしくお願いします。で、我々すごく好きな曲でですね、ふるさとって曲があります。それをエスプレッソ風にね、ちょっとアレンジさせてもらってやらせていただきます。ふるさと。盛大な拍手ありがとうございます。改めてですね、メンバー紹介したいと思います。ピアノの長持彩香さんです。私、藤本大輔と申します。ありがとうございます。また宮益をね、演奏させていただく予定になっておりますので、次はもっと季節に合わせたいろんな曲をご用意したいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後にですね、今日すごい星が綺麗なんですよね。来るときちょっとびっくりしたんだけど、もうちょっと外を見ていただければなと思うんですけど、それでは聖者の行進という曲を、はい、やらさせていただきたい。ちょっとね、ノリノリでやっていただきたい、やっていきたいと思いますので、お願いします。Thank you.
ありがとうございました。今一度大きな拍手を送っていただきます。はい、エクスプレッソの演奏でした。本日はありがとうございました。宮益荘では火曜日、水曜日、木曜日にこのようなコンサートを開催しております。またこれを聞くことも一つの目当てにしておいでいただければありがたいと思います。本日はどうもありがとうございました。